皆さんこんにちは、西村です。2013年も春になりました。4月迎えました。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい、自分はと言いますとですね、前回、3月31日本当に年度末に新潟県コミュニティフォーラム2013、まあ、商店街のね、テーマに絞ったものをさせていただきました。でその後のことなんですけど、ちょうどですね、新潟県って今本当に何でしょうね、新潟市もそうなんですが、まあ花がですねあちらこちらで、見られるようになってちょっと春めいてきておりましてですね、つい先日も新潟県の五泉市というところにある、水場所公園というところに行きまして、本当に何て言うんでしょうね、湿地帯にまあ本当に綺麗な水場所が群生していて、でその上をですね、まあ板の、まあ、橋っていうんでしょうかね、そちらの方を渡りながらまあ鑑賞できる、でところどころにちっちゃい花びらの雪割り草もね咲いていたりとか、可愛らしく咲いていたり、非常に、気分もね、すっきりすがしがしくなるようなひとときでした。はい、でそんなこんなで、まあ昨日なんですけど、ちょうどまあ新潟県も桜前線がやってきていて、上越と呼ばれるね、地域に高田公園という公園がありまして、まあ、ここの夜桜がなんと日本三大夜桜の一つということで、まあ、そちらに行ってまいりました。新潟市からだと車で、まあ、2時間かかるかかからないか、まあ、そのくらいでしょうかね。割と時間がかかるですけど、まあ、新潟県自体が非常に広いので、本当にねその広さを実感した、まあ、移動時間だったんですけど、まあ夜桜なので非常にライトアップされていて、何千本というね、桜が、まあ、本当に、まあ、豪華絢爛といいますかね、それでいて、まあ、こうライトアップで浮かび上がる高田城というものをですねバックに、まあ、桜がですね、まあ、見られて本当に、なんていうんでしょうかね、素敵な時間でした。まあ、天気がですねちょっと悪くて、雨が降って風も強くて、まあ、大変だったんですけど、まあ寒いけど素晴らしかったという、まあ、連れのですねコメントにある通り非常に良かったです。たまたまね、岩手県から、コワーカー仲間が、まあ、コワーキングスペースのね利用者コワーカー仲間が、まあ、ゲストとしてフラッと来てくれてたもんですから、まあ、その方とあとこの収録場所であるギーカハウス新潟っていう、まあ、新潟市のシェアハウスの、まあ、最近新住人となった2人がですねたまたま県外から移住してきたということで、まだね、新潟県の桜といえば、まあ、高田公園の桜だろうということで、まあ、一緒に、行ってですね、堪能していただけたかななんていうふうに思います。はい、で、まあ、そんな中でいろいろとね、道端に水仙が咲いてたりとかですね、非常に、まあ、これからチューリップとか、まあね、咲き乱れてくるのかな、あと菜の花もねツツジも咲いてくるのかなっていう、この新潟市の今日この頃、ちょうど本日、まあ新潟駅すぐ近くのコワーキングスペースジェリージェリーカフェ新潟のFacebook ページの方で、告知させていただきましたが、はい、とあるイベントを開催します。はい、その名もペチャクチャナイト新潟なんですけど、このペチャクチャナイトってなんかふざけた名前かとお思いになられるかもしれませんが、なんと2003年からまあ、ちょうど10年になるんでしょうかね、まあ、生まれた、プレゼンテーションの、まあ、イベントなんですけど、
日本全国のみならず世界各国600都市の方で行われている、スーパープレゼンテーションと歌われておりますが、自分はね、ちょうど去年の夏ぐらいでしょうかね、奈良県に、お邪魔した時に、奈良のコワーキングスペース、コワーキングカフェといったらいいんでしょうか、カフェ若草というところでそのペチャクチャナイトの存在を知り、そこでもねペチャクチャナイトをやられていたということで、はい、いろいろとお話を伺っていたら面白いんではないかなということで、密かに新潟県でもできたらいいななんて思ってたんですけど、たまたまですねツイッターでペチャクチャナイトを新潟でやろうかななんてつぶやいたら、その時に新潟県の方がですね、あ、実は私もやりたかったんですというふうに、リプライをしてくださった時があったんです。なんでその方をですね、オーガナイザーとしてですね、立っていただいて、ようやく、はい、念願の開催にこぎつけることができました。はい、開催は4月20日土曜日と、夜からやります。はい、でペチャクチャナイトに関しては、検索すると出てくると思うんですけど、東京を拠点に活動している、お二人の建築デザイナーさんが、考案し、始まったと言われていて、で、一つだけルールがあるんですけど、その20枚のスライドを用意すると、プレゼンのね、パワーポイントなりキーノートなりで作った、19枚でもなく21枚でもなく20枚きっかりのプレゼン資料スライドを用意し、1枚のスライドあたり20秒で話すと。で、20秒かける20枚なんで、全部で持ち時間1人400秒になるんでしょうかね。こうテンポよく進むわけですよ。結構パワーポイントとかキーノートで20秒で自動的にこう画面が切り替わるように作るっていうことになっているので、勝手にこうスライドが切り替わっていく、その20秒という制限時間の中でテンポよくこうプレゼンテーションが行われて、で、もう一つの魅力は、その飲みながら食べながらこう緩やかにプレゼン大会が行われるんで、割と何て言うんでしょうかね、フランクな感じっていうんでしょうかね、間にこう 2,3 人プレゼンやったらビアブレイクブレなんだっけビアブレイクと称してちょっと乾杯とか、また仕切り直してまたねワイ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 やるような、そんなペチャクチャペチャクチャしながら騒いじゃったりして、楽しいねプレゼンテーションが行われるという、そういう、ものです。はい、で何て言うんでしょうね、テーマもバラバラでいいみたいなんで、例えばそのクリエイターさん、デザイナーさんなりが自分たちのポートフォリオの作品を、20点用意して、1枚1点ということで、どういったものかっていうのを説明してね、自分のスキルっていうのをアピールしてもいいでしょうし、全然くだらない話でもいいみたいなんで、例えばね、好きな漫画の好きなシーン 20シーンを用意して、なんでその辺が好きなのかとか、この辺がどう泣けるのかとか、面白いんだということをただ単に喋ってもいいし、ね、写真が好きな人だったらば20枚の写真を用意してどこどこで撮ってどんなアングルで撮りましたとか、そんなことを語ってもいいわけだし、だから自分たちの趣味とかスキルとか、くだらない内容をですね、ただ単にこうやってアピールするっていうか、喋って飲んで楽しく過ごすというふうに、うまくつながってね、楽しく開催できればいいななんて思っています。はい、というわけなんで、このペチャクチャナイト基本的にワールドワイドで行われているものなので、新潟県では初めての開催、とにかくやってみようよというところから開催にこぎつけることができました。果たしてね、自分としてはそのオーガナイザーの方を中心にこれからも続けていくつもりで、まずは第一弾、成功させたいなというふうに思っておりますので、ぜひね、こんなこう気軽な、本当にセミナールームでかしこまった感じでビジネスライクにやるプレゼン大会とは全然違うので、非常に、リラックスした状態でお酒を飲みながらでもできるのかな。そんな中でね、つながるそのコミュニケーションとか何かのつながりっていうのも、あってもいいのかなというふうに思っております。それをね、ジェリージェリーカフェ新潟というワーキングスペースを舞台にできるっていうのも、一つ、良かったのかなというふうに思っておりますので、ご興味のある方はぜひ、
ペチャクチャナイト新潟もしくはで検索もしくはジェリージェリーカフェ新潟の Facebook ページよりイベントにですねアクセスしていただければなというふうに思います。はい、ちなみにジェリージェリーカフェ新潟の Facebook ページが本日1000いいねを達成いたしました。ありがとうございます。いやー本当に何でしょうね、もうすぐで1年なんですよね。確かね5月7日に去年プレイオープンして6月1日にグランドオープンしたので、いやーもうじき1年を目前にして1000いいねを達成、いやー本当に、喜ばしい限りではないかなというふうに思います。はい、ではではそんな感じで、あちなみに後ろに春という文字がありますが、ちょっと春らしさを出そうかなと思って試行錯誤した結果がこれでございます。はい、まあね本当はね この辺にプロジェクションマッピングみたいにブワーってこう桜吹雪が舞ってるような感じの中でやってみたいななんて思ったんですけど、すいません手抜きで。そんな感じで今日はこの辺でお疲れ様です。